中央製紙、中央製紙株式会社、中央製紙は、明治末期から大正にかけて存在した製紙会社である。製紙王と呼ばれた、実業家、大川平三郎が設立した企業の一つ。1906年設立、1926年に、同じ大川系のカラフト工業に吸収された。岐阜県東部の中津川市で創業中の王子、エフテックス中津工場、旧。 個性品なつ工場の前身企業にあたる。同じく、大川系の製紙会社で、中央製紙も出資して1908年に設立、1920年に合併した基礎工業株式会社、基礎工業についても合わせて記述する。同社は、長野県南部の基礎群大桑村に拠点を置いていた。中央製紙が設立される契機となったのは、 地元有志の誘致活動である。大手製紙会社王子製紙、初代の木材パルプ実用化に触発されて、江名郡中津町、現、中津川市の有志の間で、町内の信用樹主源と水質の良い中津川を活用して、製紙工場を起こす計画が浮上した。地元有志は当時王子製紙の代表であった渋沢栄一に援助を求め、1895年、 王子に在籍していた大川平三郎らが実地調査のため中津町を訪れた。大川は個人名義で山林や水利権、工場用地を取得し、地元有志も工場建設に必要な権利の取得し、準備を進めた。工場建設の障害であった交通の便の悪さが1902年の中央本線、中津川駅延伸で解消されたことから事業家の 目処がつき、渋沢栄一の講演の下、当時王子製紙を出て、九州製紙を経営していた大川平蔵によって、新会社設立の運びとなった。新会社は、中央製紙株式会社と命名され、1906年10月5日、創立総会を開いた。取締役会長に、渋沢徳次、栄一の長男、専務取締役に、大川が就任し、 渋沢栄一は相談役に就任した。工場用地は大川名義で購入済みであった土地のうち中津川沿いの大畑が選ばれた。中津川駅とは4トルほどの距離があったが、1907年9月に駅から工場までの貨物運搬用軽便軌道が竣工した。翌1908年5月に工場は竣工し、営業運転を開始した。工場には、 正式2台が設置され、ロール紙、模造紙や新聞紙を生産した。当初は、細木パルプのみ自生し、不足分の GP とアリューサン木材パルプ全量を購入して賄っていたが、1909年2月に SP の自生を開始した。1910年4月には3代目の正式を増設した。一連の工場拡大に伴って原木が不足した。 ことから、1912年7月以降ほぼすべての原木の供給元を地元からカラフトに切り替えている。用紙生産工は1910年が886万ポンド、約4000トン、1918年が1517万ポンド、約6900トンである。また、1912年9月時点で筆頭株主は、大川平三郎で、 その出資比率は11.1%であった。中央聖子と同様に、大川系の聖子会社であった基礎工業の設立も、地元有志の誘致を契機としていた。地元有志は、基礎の皇室所有林、五両林の木材を活用すべく渋沢栄一に協力を求め、それを受けて、大川平三郎が同地での製紙工場建設を企画。 渋沢の支援のもと、大川の手によって、基礎工業は設立された。同社の創立総会は1908年10月11日である。工場用地選定は、平地が少ない山間部であるため難航したが、原木搬入の便が良く、かつ、鉄道、中央本線沿いであった、大川村、須原の橋は地区に確保された。工場は1912年1月に着工。 翌1913年1月1日より正式に営業を開始した。正式は1台設置。細木パルプを製造する機械の輸入が遅れたため、当初は輸入 SP を原料にも造紙を製造し、後に中央製紙から GP の供給を受けて新聞紙の製造を開始した。GP の製造を開始するのは1914年末のことである。また、 1918年10月に2代目の正式を増設した。ただし計画時の構想とは異なり、原料の木材については、五料理からの払い下げを受けることに失敗した。木材は、北海道やカラフトからの調達となり、名古屋港や富山県の不死木港で陸揚げし、津原まで鉄道輸送した。用子生産工は、 初年の1913年が553万ポンド、約2500トン。1919年が1584万ポンド、約7200トンである。基礎工業の筆頭株主は8.3%の株式を持つ中央製紙であった1913年9月時点。大川の出資比率は8.2%で2番目の株主。 この中央製紙は1920年1月20日、原材料の購入及び製品販売の合理化を目的に基礎工業を合併した。1913年12月、カラフト進出を目的に中央製紙や基礎工業など大川系の製紙会社の出資によりカラフト工業が設立された。カラフト工業はカラフトでパルプ工場や製紙工場を建設していくのだが、 合理化を目的に、大川家製紙会社を、カラフト工業に一元化することとなった。そのため、中央製紙は、九州製紙、中野島製紙と共に、1926年4月1日、カラフト工業に九州合併された。工場は、旧中央製紙のものは、同社中津工場、旧基礎工業のものは、基礎工場とされた。カラフト工業に継承された2工場のうち、 基礎工場は1928年7月に閉鎖された。木材の調達先が遠方である点が不利となっていたためであった。二台あった、正式は中津工場と樺太の恵みしとり工場にそれぞれ移設された。工場建物については、静止工場として再出発し、その他金が縁地防基礎工場となるが、日中戦争下の1939年に閉鎖。 1943年から今度は石川島芝浦タービンの機械工場となった。同工場は2012年現在、その流れ組む IHI グループの IHI ターボによって創業を続けている。一方、中津工場については1933年にカラフト工業を大辞製し、初代が合併したため大辞製し中津工場となった。戦後の1949年に、 王子製紙は解体され、工場は本州製紙が継承した。現在では王子グループの王子エフテックス中津工場として創業を継続している。中津工場では基礎川水系の中津川から水を引き、水車を回して機械の動力に当てていた。しかしこの方法では滑水器に動力が不足するため、中津川上流の川上、川俺に 水力発電所を建設するがが浮上した。地元の反対にあって着工が遅れたが、カラフト工業への合併後の1926年12月に、川上発電所は完成した。この川上発電所は、本州静止発足後の1950年9月に、建設された中津川発電所ともに、o g f クス中津工場の水力発電所として、現在も稼働中である。基礎工場でも、 基礎川水系の稲川を利用して、水車を回し工場の動力としていた。橋場にあった、この水力設備とは別に、中央製紙時代の1924年12月、工場への電力供給を目的に稲川上流の電光に光発電所が建設された。中央製紙では電力を、工場の他大久桑村全域に供給し、余剰電力を大道電力へ売電していた。 橋場の水力発電所と電光発電所は基礎工場閉鎖後、大道電力系の稲川電力、後の基礎発電が継承し、橋場の水力設備については改造されて、橋場発電所となった。両発電所は現在関西電力が運営している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。